はい、どうも、百均です。今回もダイソー、セリア、キャンドゥと、まあ、あちこち見て回って、ちょっとね、気になって、またね、いくつか買ってきたんで、こんなのも売ってますよ、という紹介動画になります。まず、セリア行って気になった商品がこちらです。30面ダイス。あのね、ダイソーとかだと、あまりこういう、なんていうんですかね、多角形のダイス、サイコロって見ないんですよね。だいたい6面体だと思うんですけど、セリア行くと、結構ね、4面体とかのセットで売ってるのもあったんですけど、今まで20面体は見たことあったんですけどね、あの30面体っていうのを見たことなかったんで、買ってみました。これもね、商品自体はね、武田コーポレーションさんの商品になってます。普通、サイコロって6面体ですよね。まあ、馴染みはないと思うんですけど、ちょうど僕らの子供の頃ですかね、よく流行ってたんですよね。テーブルトーク TRPG ってやつ、ゲームマスターが一人いて、まあ、シナリオがあってっていう、でプレイヤーは一人それぞれね、一人のキャラクターを演じるような、まあ、そうやって喋りな話しながらね、サイコロ振ってっていう、まあ、アナログゲームの一つなんですけど、そういうゲームの時にね、判定とかをするのにね、サイコロ使うんですけど、罠があって罠を解除するのにっていうので、サイコロ振ってそれに補正をかけてとかいう計算をさせてして、成功失敗をこう判定するっていう、よくやってたんですよね、うん、でその時とかはね、結構こういう多角形のダイスいろいろ使って、自分でオリジナルのねシナリオを作って、シナリオを作った人がゲームマスターになって、まあ、周りの友達がプレイヤーになる、まあ、そういった遊びも結構してたんで、なんかこういうね多角形のダイス見たら懐かしいなっていうので、ちょっと気になって今回買ってしまったって感じですね。まあ100円っていうのはね、まあ、微妙な値段設定かなとは思うんですが、まあ、これ全然僕らが子供の頃ってもっと高かったんですよね。ほんと4面体から8面体、10面体、12面体、まあなんか100面体っていうのもありましたけど、まあそういった中の一つ、この30面体もね、結構あって。はい。これだと5ですね。ちょっとわかりにくいんですけどね、一番上に出てるのがちょうど5なんで、こうやって。はい。これだと18になります。そういった感じで振るんで、まぁ、ちょっとね、転がりやすいんで、多角形でもうほぼもう9に近いんで、昔紹介したんですけどね、サイコロ振るための、まあ、トレイみたいなやつ、マット、そういうのも売ってますんで、まあ、そういうのを使ってサイコロ振るゲーム、まあ、そういった遊びに使えるサイコロ、これの30面体、こんなのもセリアの方で売ってました。ジャンコードはこちらですね。色は何色かあったかなと思います。まあこういった普通に30面体とかもセリアに行くと並んでましたので、こういったダイス探している方はセリアさんちょっとチェックしてみてください。で、次ですけども、今度キャンドゥに行ってきました。キャンドゥでちょっと気になったのがこちら。調味料収納ポーチ。これはね、ちょっと100円ではなくて660円っていうちょっと高額商品になりますが、最近あんまりね、ダイソーさんはね、どんどん出てくるんですが、キャンドゥさんの新商品というか、アウトドア系キャンプ系のね、新商品、あんまり今年は出ないんですよね。うん、あんま見ないんですよ。そんな中でも、まあ、こういった調味料の収納ポーチっていうのが売ってたんで、一つ買ってみました。結構前にね、ダイソーでも出て話題にはなってたんですけど、こういった類の商品。今回、キャンドゥさんの方では今、これが660円。で売られてまして、結構ポーチがねしっかりしてる感じだったんですよね。発売元はね、株式会社マルキさんっていうところの商品で、スクリュータイプが2本、ワンタッチタイプが2本ということで、まあ、液体型のやつとか、粉末、塩コショウとか、そういうのに適してるのかなというとこですね。じゃあこれも見ていきます。中身はこういうものですね。まあ、こういう感じでボトルが入ってまして、これがねパカッとワンタッチ型、はい、このやつね。だからこれは液体とか入れるのにちょうどいいのかなっていう感じです。これがまあ2本入ってます。で、こちら側の2本が、スクリュー型。これもどっちかって言うと、でも粉末はこっちの方がいいと思うんですけど、液体も全然大丈夫ですね。問題なさそうですよ。ちょっと水を入れてね、液漏れしないかだけはチェックしたいと思います。で、ポーチ自体がこんな形になってて、こういう感じでね、結構ね、なんと言うんでしょう、ハードケースというか、しっかりした形、こう、カクってなるんですよ。うん、なんかこうやって閉じてあげると、結構しっかりした形のね、ケースになってて、ここの型紙というかね、厚い紙が入ってる感じなので、形が壊れるのもね、そんなに、そこまで気にならないかなと。
で、ここにもこういう引っ掛けれるようになってるんで、まあ、カラビナとかをね、取り付けてあげれば、あの、キャンプ行った時のキャンプ場でも、まあ、ちょっとどこかにね、調味料、キッチンスペースの近くにぶら下げておいたら便利なのかなという感じですね。こうやって広げることもできます。で、これサイズですけど、広げた状態でね、約25センチの横幅が16センチぐらいですね、約。あ、17センチか、横。横17センチ。で、折りたたんでね、収納した状態。収納状態だと、横幅がね、11センチぐらいですね。厚みがね、約5センチですね。という感じの調味料ポーチが、キャンドゥの方にも売ってました。まあ、ダイソーのものと比べるとね、ちょっと形式が違うんですけど、これはこれで悪くないなと思いました。で、さっきのね、ボトルに一つとりあえず水を入れてみました。水パンパンに入れたんですけど、こんな感じで水漏れもしてこない。大丈夫そうなので、液体とか持ち運ぶのにも問題なさそうですね。はい。開けるとちょっとね、水出てきますけど。しっかり閉じておけば問題なさそう。こちらの商品が、まあ、あの、マルキさんから出てるね、その収納ポーチ、調味料ポーチか。ランコードはこちらになります。製品仕様ですけども、こちらにね、表記の方があるんですが、まあ、素材とかありますが、耐熱温度、本体60度、蓋が100度、耐冷温度はマイナス10度で、蓋がマイナス30度。容量は約 50ml ですね。食塩の場合で目安約 60g というふうに記載があります。粒の大きさによっても差が出ますが、ということで、まあ、だいたい容量は 50ml ですね。蓋の形状が2種類ありますんで、使う調味料の内容によって、使い分けたらいいんじゃないかなと。思います。これがまあ、キャンドゥの方でね、売ってた調味料ケースになります。はい。で、次なんですけども、次、ダイソーでちょっと見かけた商品で、これいいなと思ったのが一つあったんですけど、こちら。両手が使える、メガネに装着できるクリップ付き拡大鏡。これね、まあ、若い人には本当必要ないと思うんですけど、年を重ねてくるとね、どんどんちっちゃい字が見えないんですよね。で、僕とかね、メガネかけてるんで、まあ、メガネ外せば見えるんですけど、近い文字とかね。まあ、ただ、メガネのね、つけたり取ったりがね、めんどくさい時もあったりして、まあ、近い字見る時だけ、こういうのをパタッと落としたら、それはそれで便利かもしれないなというので、今回ちょっとこれを見つけたんで買ってみました。倍率は 1.8 倍ということで、これはどんな感じなのかね、まあちょっと試してみようかなと思ってます。まあ本当ね、この年いってね、最近つくづく痛感するんですよね、この目のね、見えなさ。近いとこの文字が全然見えない。で、今回買ってきたこれがね、拡大鏡なんですけども、普通のね、ただのレンズに見えるんですけど、こう見ると結構こう大きくなってるの分かります？こういうね、ちっちゃい文字が、パッケージにあるんですけど、これもこうやって、ちょっと見にくいな、しっかり見えるなっていう、こういう感じで映ります。はい、こんな感じですね。これが、ただほんとね、見えないんですよ。今撮影中もね、このスマホの画面見るのに、メガネかけてたら見えないっていう状況なので。で、まあ、例えばね、これまあ、メガネがこうあったとします。これがね、フレーム引っかかるんですよ。ちょうどここにね、クリップ型になってるんで、これを持ち上げて挟んであげる。こんな感じかな。形状としてはこういう感じになると思います。こうやって取り付けるんですね。で、ちょっとね、不格好にはなるんですけど、上に上げる。普段見てるメガネで近場見たい時だけ下げるっていうのができるんで、こういう場合ね、模型工作とかする場合、まあ、特にガンプラ作ったりする時とかには、普段バーッと見てたらいいんですけど、手元だけ見たい時にね、メガネ外してってめんどくさいんですよね。そういうのに使えそうですね。ちょっと実際自分でもちょっとかけて試してみます。いいですね。日常使いにはね、さすがにこうちょっと使いにくいんですけど、本当手元の作業、それこそもう本当ガンプラ作る時とかだと、パタンと落とした時だけ見えるんで、本当ね、本読んだりとか、家でね、何か作業する時とかには、こういうの方が、まあ、遠近両用メガネだったらいいんでしょうけどね。もうだいぶ僕も老眼がひどくなってきてるんで、こういうのあるとすごく便利です。今も作業する時にね、こういうちっちゃい文字ね、全然見えないんですけど、そういう時にもこれ使うとね、スッと見えるんで、そういった時に役に立ちそうなこういう拡大鏡、メガネに挟めるっていうのがちょっといいなというものになります。で、これはダイソーさんで見つけたんですけども、商品自体は清和プロさんというところの商品ですね。1.8 倍の拡大率になりますので、気になる方、ジャンコードこちらです。
気になる方はこちらはダイソーの方でチェックしてみてください。シャッキニで次なんですけども、次がこちらです。またキャンプ用品のとこで見つけたワイヤーソー。これ昔からねセリアさんではよく見かけたんですよね、ワイヤーソーで。あんまりダイソーさんでは見てないなと思って今回買ってみたやつです。まあ多分使い勝手はねそんないいものではないんですよ、正直ワイヤーソーって。でまあ今回ダイソーの方で出てたこちらのワイヤーソーもね、まあほんとちっちゃいねこんな太い枝とかも絶対切れないんですよ正直。まあでもこういう枝切りとかのね時にちょっと上の方の枝をね切ったりするぐらいだったらね使えるかなというところで、こちらもちょっとね後で試してみようとは思うんですけど、まあまあどんな感じのものか、まあ多分ね作りはセリアで売ってたやつと一緒だと思うんですけどね。こんな感じでねこのワイヤーはねまあまあいいんですけど、持ち手がね結構痛いんですよね、このリングが。はい、ほどくとこんな感じになります。これ長さが全長でちょっと測るだけ測りますね。まっすぐしてだいたい73センチぐらいですね、全部で。リングも合わせてこの持ち手になるねリングの直径がだいたい3センチぐらいの、こういうねリングが両方にあってワイヤーがある。あとはこれを引っ掛けてこうやって左右右左右左とか上下上下しながら交互にやっていくと、まあ、木が切れると。本当にねもう応急的なものだと思います。キャンプ場でこれ使うってまあほとんどないと思うんで、まあまあもっとちっちゃいねなんかそういう応急グッズみたいなところに入れておいたら、まあ最悪の時になんとか切れるかなっていう、その程度のまあグッズかなというふうに僕の認識にはなってるんですけど、はい、まあまあワイヤーソーもねこんな感じで売ってて、ちょっとセリアで前に売ってたやつより少し使いやすさが多少はあるのかなぐらいの商品ですね。なんで切る？それぐらいは簡単に切れる。ほんまに？うん。帰ろう帰ろう。あ、意外と硬い。指が痛いこれ。うん。指痛いここ。そう。切れるか切れへんか指が痛い。でできるだけ開いた方ができるんやけど、こうなんていうの、切っていけるけど、うん、こうすると詰まる。ただ総線と。そっち持って。せーので。一人じゃできへん。はい餅つきやないか無理熱い、ほんまに小枝やったらもうそのだってそれだってさその太さやったらもう手で折れるやんな。ちょっと指が痛いんです。ちょっとねこのタイプやりようにはよるんでしょうけど、ここのリングをねなんか考えないと指が痛いで、引っ張っててもうまくは引っ張れない、痛すぎて。なかなか本当にもう実用的ではないと思います、ね、ワイヤーソーもダイソーの方で販売されてましたので、気になる方は、ダイソーの方もチェックしてみてください。ワイヤーソー、ジャンコードはこちらですね。ダイソーさんの商品として販売されてました。ということで、セリア、キャンドゥ、ダイソーと、行った時に気になったもの、それをまあもうちょっとね一つで紹介するほどではないなというような商品ばっかりなんで、こういったのはこれからもねこういう感じでまとめて紹介していこうかなと思ってます。今回はだからこの気になったものね、多面体のダイスで、調味料、キャンプ用のね調味料収納ポーチで、あと見えない時のこういうメガネにつけれる拡大鏡で、あとダイソーでも売ってたワイヤーソー、はい、こちらの方を今回は4点ちょっと気になったんで買ってみたのでご紹介しました。はい、もう本当ダイソーさんも含めてなんですけどもね、キャンドゥ、セリア、ワッツ、本当ね多種多様な商品いっぱい売ってて面白いものもねいっぱいあるんで、また本当ねくだらないものからすごく便利で使えるものまでいろいろと、もう個人的に気になったものを紹介していこうと思いますので、今後もこういった形でねちょっと何点かまとめて紹介するそういった時もあると思います。ということで、まあ気になる方ね本当いろいろありますので100円ショップ探しに行ってみてください。はい、ということで今回はこの辺で。
また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。